こんにちは、コモさん、小森康則です。ホテルを出まして今駅へ歩いている途中なんですが、今日の朝刊チェックで冒頭速報でお伝えいたしました、トランプ前大統領演説中に銃撃されるということにつきまして、配信が終わった後ニュースをチェックいたしました。お伝えしてましたように、トランプ大統領怪我はしていて、右の耳のあたりから血を流してはいたものの、元気に拳を突き上げるという写真を撮られて、そして病院に運ばれましたが、まあ、トランプ大統領は大丈夫だということであります。ただ演説会場で流れ弾に当たって聴衆が一人亡くなっているということと、そして、屋根の上の狙撃をしようとしていた男かな、うん、だと思いますが、遺体の映像がツイッターには流れておりました。セキュリティサービスによります銃撃で射殺されたようであります。今回の事件で襲撃犯1人と、そして聴衆1人が亡くなり、そしてトランプ大統領は傷は負ったものの大丈夫であるということですね。今日は朝から石丸伸二さんが東京都知事選挙1週間前に終えまして、フジテレビの報道番組、そして、サンデージャポン、さらに録画ではありますけれども、そこまで行って委員会にも出演ということですが、まあ、録画の部分は仕方がないんですけれど、大きく各生放送の番組は報道内容を変えて、伝えているんだというふうに思います。で、まあ、この段階で不謹慎と言われるかもしれませんが、小池百合子に頭角をいち早く打った駒さんとしましては、この銃撃事件があって、その中で拳を突き上げて血を流しながらという写真が撮られたトランプ前大統領に、共和党はもちろん指名をするわけですけれども、民主党がですね、バイデン大統領に代わる力強いリーダーを出してきたとしても、今この瞬間にトランプ前大統領、今度の大統領選挙に当確ということをお伝えするということになります。アメリカが好きな、まあ、前の大統領でもあったわけですし、私からしたらむちゃくちゃやなということもある人ではありますけれども、こういった銃撃事件を経て、それでも力強く拳を差し出して、まあ、おそらく今年のプリッツァー賞を取るであろう写真ですね、いろんなアングルで、拳を突き上げている瞬間というのは撮られておりましたけれども、バックに星条旗がある、おそらく演台からSP に囲まれてですね、動き始めたあたりのところで撮られたものなんでしょうね。車に乗り込む直前というよりは、何度か拳を差し上げては振り上げてはおりましたけれども、あの一枚の写真によってトランプ前大統領が今度の大統領選挙で当選するであろうというふうに小野さんとしては当確を出します。もう理屈ではない、政策とかではない感じのところへ行ってしまったということですね。果たしてこのおそらくライフル銃のようなものを持っていたであろう銃撃犯がどんな人間で、どんな思惑があって、どんなバックがあってということについては今のところ情報がありませんので、何も申し上げられませんけれども、10発ほどの銃声がしたというふうに現地からの速報で伝えられてはおりましたが、要はこの容疑者が10発撃ったわけでは多分ないんでしょうね。トランプ大統領に向けてその耳をかすめたものが聴衆に当たったのか、あるいは複数発撃ったのかなど詳しいことは分かりませんけれど、それに対して、警察の側が撃った弾で、この容疑者が殺害されたということのようであります。
未だ銃撃事件直後でありまして情報が整理されておりませんが、しかしこの事件をきっかけに先般のCNN によります討論会でですね、テレビ討論で、バイデン大統領の弱々しさと年齢を懸念する声が高まり、しかも NATO 首脳会談におけるゼレンスキー大統領とプーチン大統領の言い間違えなどがあったこの直後に起きた、トランプ前大統領の力強さを結果的に、明らかにするというこの銃撃事件によって トランプ前大統領が今度の大統領選挙で当選確実になったのであろうというのが小野さん私の見立てでございます。以上、東京の街角からお届けをいたしました。また新しい情報入りましたら配信するかもしれません。失礼します。